ハロど,ど,どうもまさるです今回はこちら購入しましたのでご紹介したいと思いますこれは何かと言いますと国内メーカーのプラチナ万年筆というところから販売されています万年筆になりますそれと万年筆と一緒に使うこちらのコンバーターこちらも購入しましたなお先ほどプラチナ万年筆と言ってしまいましたがセーラー万年筆の間違いです 今回このセーラー万年筆から販売されていますレグサスという製品の中字を購入しました。先日の動画でも万年筆をご紹介していましたのでまたかと思うかもしれませんがまた新しいものを購入しました。では早速開封して今回購入したものどういったものなのか詳しく見ていきたいと思います。では開封します。 もうセット内容はあえて紹介するまでもありませんがこの箱の中を開けますと万年筆が入っていますまたセット内容としましては万年筆以外にもインクや保証書などが入っています そして今回はインクは付属のものを使うのではなく同時に購入しましたこちらのコンバーターを使いますので付属のインクは使わずにもういきなりこのコンバーターを取り付けてやりたいと思いますなお先日の動画でもご紹介しましたがコンバーターとは何かと言いますと瓶に入っているインクを注入するための製品になりますその辺の様子もまた後でご紹介します そしてこちらが今回購入した万年筆万年筆の中ではかなり細軸のタイプになりますそしてこのようにいわゆるラメのようなものが入っていて完全なブラックではなくキラキラした見た目も綺麗な万年筆になっていますまたこの万年筆は少し珍しいのは高級な万年筆ではあるんですがこのように 本体をねじらなくてもキャップを取ることができるタイプになっています。頻繁に万年筆を使う方の場合はいちいちねじって開けるというものよりはこういった普通に押し込むだけで蓋が閉まるキャップ式のものが使いやすいかと思います。そしてこの軸の下側を開けますとこのように分解することができ今回同時に購入しました同じくセーラー万年筆のこちらのコンバーター。 こちらをセットして使います別にこのコンバーターは絶対に買わなければいけないというわけではなく使い捨てのインクボトルを使う方の場合は普通に交換用のインクを購入したのでも全く問題ありませんコンバータのを開けてやりますと中からこんな小さなストローのような筒のような製品が出てきますこの中にインクを注入して使うことになります まず最初はこの状態でここ本体に差し込みますそしてこの状態で見えますでしょうかこの中のパーツをまずは前側の方にねじって押しておきますこの状態でインクを注入していきますマサルが持っているインクはこちら 同じくセーラー万年筆のキュアグロという万年筆としては珍しい顔料タイプのインクです。本来万年筆のインク、顔料インクは目詰まりを起こしやすいということでやや敬遠されがちなんですがこのプラチナの顔料インクは粒子が細かいことまり目詰まりしにくいということでこちらを購入して使っています。 このインクボトルの中にこのペン先が浸かる状態まで押し込んでありその状態でここをねじってやるとインクがどんどん吸い込まれていきます実際にではインクを注入していきたいと思いますこの状態でどんどんねじってやるとこちら見えますでしょうか中が黒くなっていてインクが入っているのがわかるかと思います 少しインクが入りが悪いのでもう少しだけインクを入れてやりたいと思いますこんな感じ今度は完全に真っ黒になっていてインクがかなり入っているのが分かるかと思います この状態で本体の方にセットしてやりますボトルの方はインクを返してはいけませんのでキャップを閉じておきますあとはこの軸の方にセットしてやりあとインクを注入した直後は周りにインクがついて汚れていますのでこちらもきれいにしておきますティッシュでいいので余分なインクを拭き取ってやります こんな感じで、OK、です。なお今回は中耳というタイプを購入しました中耳がどれくらいのものなのか先日購入した極細と比べてどんな感じなのかご紹介していきたいと思いますなお使う紙質によって線幅もかなり変わってきますのであくまで目安程度になります 割とインクを吸い込みやすいこちらのメモ帳極細で線を引きますとどんな感じかと言いますとこんな感じボールペンでいうところのこの極細が0 5ミ、mm、リから0 7ミ、mm、リぐらいのボールペンで書いておくと同じぐらいの線幅になります一方今回購入した中字こちらで線を引くとどんな感じなのかと言いますとこんな感じ 中耳の方はボールペンでいうところの 1mm から少し幅は広いんですが 1mm から1 6ミリぐらいそういったタイプのボールペンと同じくらいの線幅になります実際にどのぐらいなのか少し定規を当てて見ていきますとこんな感じ線幅としましては今回購入した中耳の方が 大体 1mm ぐらいの線幅になるのに対し極細の方はそれよりも半分以下の太さ0 3ミリぐらいの線幅となっています。ですので小さな手帳などにびっしりと漢字で文字を書きたいという方の場合そういう方の場合は間違いなく極細の方がいいですが極細はどうしてもペン先が細い分紙に引っかかるような感じができてしまいますので 万年筆らしい滑らかな書き心地を期待しているという方は今回こうしたこの中耳この中耳を使った方がいいように思います。デザインもまあまあよくそして何といってもこのキャップが締める時は新ただ単に押し込めばいいだけ使う時はねじらずにこのように引き抜けばいいだけと手頃な使い心地が魅力の製品で。 なおかつデザインも優れていますので今回こちらを購入しました。より万年筆らしいデザインで言いますと先日購入したこちらの方この極細のペン先を搭載したモデルの方が万年筆らしいデザインはしていますがいちいちこのようにねじってキャップを閉じなければいけずこれが少し面倒くさく感じていましたので今回はキャップ式を選びました。科学的にも国内メーカーの万年筆の中ではまあまあ安い価格で販売されていますので もしこれから万年筆を始めたいという方の場合、よりお手軽なのは今回購入したこちらのレグサスという万年筆ですので、もし初めて万年筆を買われる方はこちらを買った方がいいのではないかと思います。ということで今回はまた新しい万年筆を購入しましたのでご紹介しました。さすがに学校で使うには万年筆は使いにくいですが、家で何か単語などを書いて覚えるという場合、 そういう場合は、スラスラ書けて、長時間書いても手が疲れませんので、万年筆、勉強に活用するというのもいいかと思います。また、こちらの製品、販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、もし気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。